キリスト教の理念という問題をまず取り上げることにします。分かりやすく言うと、キリスト教の看板みたいなものです。つまり、これを掲げていてキリスト教であるっていうふうに名乗ることができる。でもしそれを下ろしたら、誰もキリスト教と認めてはくれない。いわば看板みたいなものです。それがキリスト教の理念です。つまり、これは一旦掲げたからには、そう簡単には下ろせないんですよ。で、その中身が何なのかっていったときに、先ほど、それをイエスという人物で見ようというふうに思いました。その時にイエスの宗教運動、彼は宗教一つの運動体を作りますけども、その時に絶対平和主義という理念をそこに見出すことができる。まずこれが今日の言いたいことの一つです。彼の思想を素直に読めば、どう読んだって絶対平和主義としか読めないだろうというのがまず一つのポイントです。でところが、先ほどから言っているようにキリスト教は、繰り返し繰り返し戦争をやりました。でそれはなぜなのか、どうしてそんなことになってしまうのかということがもう一つの問題です。で、そこでのキーワードは歴史的な現実という問題です。ですから、一方に理念があって、もう一方には現実がある。その間にキリスト教は挟まれている。これがキリスト教の姿です。それでは、少し聖書を引用して、これはお手元のプリントにもありますけども、イエスの宗教運動を考えるにあたって、少しそれ以前のところから遡ってみると、旧約聖書の預言者の思想が見出されます。これはイザヤと言われる預言者。イザヤには、第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤというふうに、専門的に言えばそうなるんですが、二章ですから第一イザヤ、いわゆるイザヤですね。で、彼は非常に面白い言葉を残しています。ここですね。剣を打ち直して、好きとし、槍を打ち直して鎌とする、武器を打ち直して農具にするということです。つまり武装蜂起、つまりイスラエルの、民衆に対して、この預言者イザヤは何を語っているかというと、神の言葉として武装蜂起せよ、武器は農具に打ち直せと言っているわけです。もはや戦うまた、そうですね、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないという状態がイザヤによって描かれた状態です。これは端的に言って平和というふうに言うべきものだと思います。戦争を放棄する。それが古代の、ざっと考えて今から2800年くらい前、非常に古い時代の言葉ですけれども、その時代にこういう言葉が聖書の旧約聖書部分に現れました。で、これをおそらくは受け継いでイエスという人物は宗教運動を開始するというふうに思います。で、彼の場合はどうなるかというと、こうなります。ちょっと細かいので、もしかしたらお手元のプリントの方が見やすいかもしれませんけども、非常に有名な言葉です。聞いたことはあるでしょうか。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。ちょっと飛ばします。あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。非常に象徴、有名で印象的な言葉だと思います。で、これを実践したと思ってみてください。これを実践した人が戦争はできるだろうかということです。右の頬を打たれたら左の頬を向けよ。これはルカではないですけどね。もうちょっと別の福音書を見るとそう書いてあります。いずれにしても、一方の頬を打たれたらもう一方を向けろ。あえて打たれろ。上着が取られたら下着も与えろ。敵を愛せ。これでは戦争になるだろう。そもそも喧嘩はできない。というふうにおそらくはなるんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。つまりこれがキリスト教における一つの理念。つまりこれの上にキリスト教会は立っている。これをキリスト教というふうにお互いに考える。それが一つの了解事項です。ですからこれを裏切ってしまったら、その人はもしかしたらキリスト教徒と呼ばれるだろうか。非常に大変なことになるかもしれません。さて、この言葉を聞いたときに、ここからは少しコメントなんですけどね、こういうふうに考える人がいるかもしれません。イエスという人物は確かに立派な人物だけれども、ちょっと机上の空論ではないか。いませんかね。つまり、これは頭の中で平和ということを考えていて、現実はこうなっていないというふうに言い返したくなる。ということがおそらくあるんではないかと思うんですが、これに関してはもうちょっと、イエスを弁護することができます。それはその下にくっついている、ルカの12章の51節以下です。ここを見るとイエスの言葉は平和主義と随分違うことが分かります。私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない。地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない。私がやってきて平和になるかっていうとならない。何があるかっていうとむしろ分裂だ
まあ、これが、もしかしたらイエスの現実認識です。でこれに関しては少しこれは脱線になるのであまりやらない方がいいような気がしてるんですけども、いわゆる現代において新宗教が、要するに引き起こす社会に対するインパクトを思い浮かべてもらうと分かるかもしれません。新しい宗教は日本においても日々生まれて、いろんな宗教運動が今も展開しつつあります。それがしばしば家族と軋轢を生じるということを聞いたことがおありでしょうか。子どもが新宗教にのめり込んでいってで学業を放棄して、要するに学校を辞めてしまうとかね、まあ、これはいくらでもある例ですけども、まあ、ちょっといい例じゃないかもしれませんが、そういう中において、親あるいは家族はどういう思いになるのかっていう、そこに生じるのがこの問題です。つまり2000年前にイエスの宗教運動はいわば新宗教だったわけです。でその新宗教に、要するには共感をしてイエスについていく、そういう人々が現れました。でその時に何が生じるかっていうと分裂です。家族がバラバラになります。この最後の場面まさにそれですね。父は子と子は父と、母は娘と娘は母と、姑は嫁と嫁は姑と対立して別れる、この状況です。つまりイエスは自分がやっていることが何をもたらすかはよく知っている。つまり単純に平和っていうのはね、要するに寝て待っていて平和になるっていう、そういうふうな楽観的な考え方は彼はしていないんですよ。むしろ平和ってことがどれだけ大切で、それはなかなか実現しないっていう、まあ、その上で先ほどの言葉、つまりあなた、これですね、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい、これが出てくるわけですよ。ですからこれはかなり、強い信念の中でこれは語られている、現実がこうであるにもかかわらずという、そういうふうなところから発せられた言葉であるということがおそらくわかると思います。でこれをこの、今日のこの話では、キリスト教の理念というふうに呼ぶことにします。キリスト教はここに立っているというふうに、これは、要するに述べることにします。そうなってくると先ほどの問題が生じますね。どうしてキリスト教とは戦争ができるのか、まあ、それが非常に難問になるわけですよ。でそちらの方に話を持っていくためにもう少し話を、前に進めたいと思います。イエスの宗教運動のその後継者たち、まあ、新約聖書にパウロと呼ばれる人物が登場しますけれども、例えばパウロ、パウロはキリスト教を古代地中海世界に広めるということにおいて非常に大きな働きをしました。でそのパウロのもとにキリスト教会は徐々に発展をし始めるというふうに聖書の中には書かれてあります。さて、パウロに関しては本当はきちんと話をするべきなんですけれども、ここは少し簡単にやります。少し参考までに関連する、聖書の箇所を長めに引用しておきましたけれども、後半部分は今日は、特には触れる予定はありません。問題なのは前半部分です。これはローマの信徒への手紙の、12章というところですけどね、こういうふうに言ってます。これはパウロの手紙の一節です。誰に対しても悪には悪を介さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればすべてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい、というここですね。でこの、精神というのは差し当たりイエスの宗教運動のラインに立っている、でここはそういうふうに読んでおそらく間違いないというふうに思います。つまりパウロにおいてもイエスの宗教運動の理念は基本的には貫かれている、まずそれを確認しておきたいと思います。しばしばパウロはイエスから少し離れているという見解を持つ人がいるので、ちょっとここはパウロを弁護しておきます。さてそれではパウロを経てもう少し時代を、先に進めてみます。キリスト教会に関しては、例えば初めの初期の段階でローマ帝国の迫害を受けたということは少し聞いたことが、おありでしょうか。2世紀3世紀キリスト教は迫害という状態にあります。日本の歴史でいうと隠れキリシタン状態ですね。要するに、時の政権に睨まれて、まあ、つまりローマ帝国ですけども、でそれによって何て言うんでしょうね、公の活動が非常に制限された、あるいはキリスト教徒であるというだけで公職を追放される、場合によっては命をの危機にさらされるというふうなところことがキリスト教には起こって、でそれが初めの200年間、いわゆる3世紀まで、基本的に4世紀の初頭までというふうになるわけです。でその時にキリスト教徒はこういうふうな立場を取りました。ローマ帝国はしばしば戦争をします。でローマ帝国の、国の一員であるキリスト教徒はしばしば戦争ということにどういう態度を表明すべきなのか
ということを考えることになります。迫害されているわけですけどね。でそれに対してこういうふうな立場を取ります。キリスト教徒が軍人兵士になることを否定する議論が主流です。つまり初めの、2世紀3世紀くらいまでのところで言うと、キリスト教は基本的には平和ということを、非常に語りやすい状況であった。つまり国家 と、立場が違っているわけですから、国家が戦争をしようとも自分たちは迫害下にあって、国家を要するには支持する、あるいは国家の戦争に加担するということは選択しなくてもよかったわけです、まあ、あるいは選択するということが考えにくいわけですよ。基本的に軍人兵士になることを否定する議論ということがキリスト教の基本にあります、まあ、これは先ほどから言っているキリスト教の理念の比較的素直な延長線上にあると見ることができるかもしれません。さてここで少し指摘したいのは、これは平和主義だったのかということです。つまり先ほどのイエスのキリスト教の理念を素直に読めば、初めの数百年の間イエスの、宗教運動から生まれた新しい宗教としてのキリスト教はイエスに倣って平和主義者だったというふうに思うかもしれませんけども、これは若干おそらくは修正する必要があります、まあ、いわゆる私たちが普通言う平和主義と古代人をイコールで考えるのは非常にこれは無理があります。例えばこれは先ほどのパウロのローマの信徒への手紙の別の箇所ですけど、こういうふうに言っています。夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の文具を身につけましょう。光の文具を身につける、いわゆる戦争に関係するメタファーですね。これを自然に使うわけですよ。つまり武器を放棄するということに対して光の武具っていう言い方がね、素直に出てしまう。つまり戦争ということはそれ自体が、いわゆる平和とこう全く相入れないっていうね、そういう二項図式にはどうもなっていないように見えてきます。ではどうして兵士になってはいけないのか。でその議論に関してはこれは、これ投資番号が出てあるんですけど、その5番目のところのここの問題がポイントになります。軍隊とは基本的に宗教的な組織なんですよ。特に古代においては、もしかしたら現代においても。つまり、これはこう考えるとおそらく理解しやすいと思うんですけど、軍隊というのはいわゆる生死、つまり死ぬということの覚悟、死ぬという現実に直面している人々の集団です。つまり 戦場に行ったら命を落とすというその覚悟、その可能性は非常に増大するわけです。でその中で精神的にさまざまプレッシャーを受けるわけですよ。そういう人たちが一つの集団として結集するためには何が必要か。これはいわば心を統一して自分の命ということに関してそれを投げ出してもそこに意味を見出すというメンタリティ、まあ、いわば宗教性が必要である。つまり軍隊は宗教を必要とする。これはおそらくかなり普遍的な命題です。ですから第二次世界大戦の時の日本軍非常に宗教性を帯びていたはずです。つまりさまざまそこには礼拝の対象があって、で、こう結束するためにさまざまなセレモニーがそこに導入されていて、でそこの中においていわばキリスト教で言ったら礼拝に相当することをなんていうか強制される、これが軍隊なわけですよ。軍隊と宗教は切っても切れない、まあ、これは研究テーマとして非常に面白いテーマです。さてその時にその軍隊、宗教的な組織である軍隊でローマの軍隊はどうなっていたのか。これは皇帝崇拝の軍隊です。つまりローマ軍に入ると何をしなきゃいけなくなるかというと、皇帝に礼拝しなきゃいけないんですよ。皇帝に対して礼拝をしなきゃいけないわけです。でこれがキリスト教徒では非常に受け入れがたいんですよ。つまり軍隊というのは偶像崇拝の組織なんですよ。で偶像崇拝者と一緒に行動はできない、まあ、だから軍隊には入らない、兵士にはならない。これが古代における一番初めの、なぜ軍人であることを拒否するのかのおそらく第一番目の理由です。もちろん平和主義がなかったというふうに、ね、考える必要はないですけれども、平和主義は主要な要因ではなかったかもしれません。つまり、イエスの宗教的な理念ということは比較的こういうふうな環境の中では実践しやすかった、まあ、結果的にというふうに思われます。さてところが、世界史のことを知っておられる方はその次の時代の段階で話がひっくり返ったということを知っているというふうに思います。つまりローマ帝国の側がキリスト教を公認してしまうわけですよ。有名な313年、
ミラノチョクレという、この中で世界史の、年代のことを明るい方は、暗記されていると思いますけれども、ミラノチョクレ313年、ニカイア公会議325年とかね、さすがに私も出てきますけれども、それからキリスト教はこの世紀の最後のところ、392年に国教化されます。でここで名実ともにキリスト教はローマ帝国の国教、まさに宗教を独占する立場になったわけです。ですからもう迫害は終わりました。ということは迫害が終わったわけですから、兵役を拒否する主要な要因はなくなってしまったわけですよ。つまり皇帝そのものがキリスト教徒ですから、そうなってくると皇帝に礼拝といったりか尊敬の念を持っても偶像崇拝というふうに言われる必要はないわけです。皇帝がその上の神をちゃんと礼拝しているわけですから。となってきたときにこういう問題が生じます。イエスの宗教運動の先ほど確認した理念、絶対平和主義、これは維持できるんだろうかという問題です。それがこの時代4世紀に起こった大問題です。さてここで古代において政治と宗教がどういう関係だったかということを少しここで確認しておきます。私たちの日本は近代国家という形をとっていますので政教分離という仕組みを持っています。政治と宗教は、事柄として分ける必要がある。政治は公の事柄であってパブリックな問題であって宗教はプライベートな問題である。公とプライベートを混同してはいけない、両者は分離せよ。これは、イギリスにおいて18世紀に確立をしヨーロッパ全体に広がり日本にも及んだ近代のまさに国家的な理念です。政教分離で、それとセットになっているのが信教の自由と基本的人権なわけです。これを持っている国を普通近代国家と呼びます。でその典型例が先ほどから言っている国民国家というふうになるわけです。さてその中においてその中においては政治と宗教は分離しているわけですけどね。ただ今18世紀と言ったようにこれは最近の話なわけですよ。キリスト教の歴史は2000年間ありますのでここ200年は最近の話です。ちょっとなんか感覚がずれてるような気がしますけど、随分古いと思うかもしれませんがキリスト教の古代4世紀から見るとつい最近の話。つまりキリスト教は圧倒的に長い間政教分離ではなかったんです。でも何だったかというと政教一致といったりか政教相補完的な状態です。ここに権威と権力の相補性という言い方を入れておきました。権威、これが宗教です。権力、これが政治です。権力と、権力を握っている政治、国家とそれから権威というものの役割を果たしている、つまりこれは戦争に対して大義名分を与えるという権威、正当化を行う権威というふうに呼んでもらうといいと思います。で、実際に戦争をやるには、やるその力を、パワーを持っているのが国家なわけですよ。で、両者は補い合っているわけです。まあ、これが古代から、近世の初頭までの基本的な図式です。戦争は差し当たり軍人を中心として、国家の事柄として遂行される。しかしそれに対してお墨付きを与えるのは宗教である。まあ、基本的に言うとそういう構図です。で、その両者というのは支え合っている。まあ、これが基本的な図式なんですけども、初めのキリスト教会はこれを要するに免れていたわけですね。つまり国家と要するに対立状態で、要するには迫害が起きているわけですから、国家の権力を正当化する役割はキリスト教は持っていなかったわけです。で、ところがいよいよ公認されて国教化されてしまいました。そうすると、いよいよこの役割をキリスト教会を果たさなきゃいけなくなるというこの難問が生じるわけです。さてでこれに関して、もう少し具体的な言葉を引用しておきました。例えばこういう言い方があります。2つの軍隊という言い方、ちょっとこれは読んでみます。祈りにおいて聖職者は兵士のために見えざる敵を相手に戦う、戦闘において兵士は聖職者のために目に見える野蛮人と戦う。これは例えばローマ帝国が末期においてゲルマン民族と要するに防戦、つまり戦争をやった、あそこを思い出してみてください。地上においてはローマの軍隊とゲルマンの軍隊はぶつかり合うわけです。で、要するに戦闘、ローマの兵士たちは野蛮人、ゲルマン人と戦っているわけですよ。で、ところがその時に聖職者、キリスト教の聖職者はその兵士のために見えざる敵、つまり相手の聖職者、向こう側の聖職者と、まあある意味では神に対して祈るということで戦っているんですよ。つまり宗教者は天上、つまり、この天上の上で、天の世界で、いわば天の領域において相手の天の領域を、
で何ていうかな、活動している向こう側の宗教者と要するには戦い合っているわけです。まあ、どちらの方の祈る力が強いのか、まあ、例えばですよ、まあ、例えばそういうような状況になるわけです。でそれに対して地上の軍隊は地上で、これが普通の戦争ですね、それをやってるわけです。つまり戦争というのは2つの軍隊に分かれて上と下で同時に行われているんですよ、イメージとしては。天上の戦いと地上の戦いで、それが権威と権力という形で補い合っている。なぜ地上の軍隊が命を懸けて戦えるかというと、それが正当性を持っていて神がそれを肯定しているというその理屈があるからです。それによって安心して戦うことができるというおそらく仕組みがここにあります。さて、こういうふうな議論ということを要するにヨーロッパのいわゆる古代の末期4世紀に確立をするといった時に出てくるその議論が、これが今日の一つの大きなテーマですけれども、正しい戦争という議論です。聖戦論、正しい戦争の議論、これがこうやって登場しました。つまり戦争には2種類あるんですよ。一つは正しくない戦争、間違った戦争、それともう一つは正しい戦争で、こういうふうな区分をするというのは絶対平和主義とは著しく違うということをまず確認する必要があります。つまりイエスの宗教運動においては敵を愛せよですからね。要するにこれは無条件に敵であろうが、あるいはもちろん、隣の隣人であったら隣人愛ですから、まあ、当然みんな愛の対象なんですよ、一律人間は。でところが、ローマ帝国のこの状況になって歴史がこういう時代に移った時に何が生じたかっていうと、ローマ帝国のやる戦争のあるものは肯定せざるを得ない、つまりあるものは大義名分を正当化するということを教会は行うことになるわけです。さてその場合に一体何が正しくて何が正しくないのかというのは、一つの理論をおそらく構成する必要があります。それが聖戦論です。でこれは教科書的な話ですけども、聖戦論の元祖はアウグシヌスであったというふうによく言われます。ただこれは最近のアウグシヌス研究ではちょっとクエスチョンマークがついている、ちょっと余計なことかもしれませんが、むしろ聖戦論が明確になるのは中世、特にトマス・アキラスの、いわゆる神学大全において見事な定式化が行われます。でちょっとそこのことを念頭に置きながら正しい戦争の定義をやってみます。皆さんは正しい戦争、正しくない戦争と言われるとどうやって区分しますか。まあ、ちょっとこれは考えてもらったらいいんですけどね。であと、具体的にはスンバ神学大全でも見てもらったらいいんですけども、簡単に言うと3つの条件が必要なんですよ。で第一番目の条件は手続きです。正しい手続きで戦争が行われたかってことですよ。つまりね、例えば現代において、最前線の兵士がね、要するにどっかスイッチを押し間違ったで、間違ってミサイルが発射されてしまってね、戦争になってしまった、これは正しくないんですよ。正しい手続きではないわけです。つまりそれは例えばですよ、国会が承認をして、あるいは国会が自己承認をして、それによって軍隊が、あるいは日本だったら自衛隊かもしれませんけど、それが戦前に、要するに相手に対して宣戦布告をするっていう仕方で、その手続きで戦争が行われる。つまり国家が正しい手続きで戦争を行っている、これはまた一番目の条件です。要するに何かのハプニングでね、まあ、適当なところで行うような戦争は正しくないんですよ。さてそれからその次、戦争するからには相手がいます。で相手っていうのは殺されても仕方がないというふうな性格を持ってなきゃいけないんですよ。つまり相手には攻撃されても仕方がない理由がある、これが戦争が正しい理由を持っているという理屈になります。つまり相手には落ち度がある、過ちがある、攻撃を受けても仕方がない、それが2番目です。で3番目は何かというと戦争の目的です。戦争は平和のために行うという議論です。つまり戦争をやることによって戦いが好きな人々を、まあ、一旦は、戦争ということで、征服をして鎮圧をして、でそこで真なる平和が確立される、そういう理屈です。さあそう考えると、これは現代の議論そのものだというふうなことに気がつくでしょうか。現代において防衛戦争とか、あるいは集団的自衛権と呼ばれるのはこの論理そのものです。おそらく目的の正しさ、手続きの正しさ、理由があるかどうか、まあ、それによって結局戦争は正しいか正しくないかって話に遅くなってるんだろうと思います。ではそれは誰が判定するのか、まあ、差し当たりキリスト教世界では教会です。教会がそれに対して大義名分を与え、権威の下でそれを肯定するわけですよ。でそれが肯定されたところで安心して戦争ができる、まあ、ちょっと変な言い方ですけどね、まあ、ちょっと変な言い方ではありますけども、まあ、いわば安心して戦争ができる
という状態がそこで生まれるわけです。でこれがキリスト教の長い歴史の中のかなりの部分を占めています。4世紀からもしかしたら現代まで、現代のキリスト教会も、いろんな国の中で活動していますから、その国が戦争をやるときには態度決定が迫られます。まあ、特にアメリカなどを考えてもらったらいいかもしれません。アメリカは第二次世界大戦以降もあちらこちらで戦争を担ってきました。例えばベトナム戦争、湾岸戦争、その前に朝鮮戦争がありますね。まあ、ともかくそういうふうないろんな戦争があって、そういう戦争をするということで、キリスト教徒は決断を迫られるわけですよ。その時のポイントは正しいか正しくないかという理屈が非常に重要なポイントになります。正しい戦争の時にそれで反対できるだろうかという問題です。さて、もうちょっとその辺のことを考えるにあたって、例えばこの大義名分というあたりのことを、ね、もうちょっと考えたいと思うんですけども、こう考えると少しピンとくるでしょうか。そうですね、先ほど4世紀においてローマ帝国はゲルマン民族と戦い戦闘状態に入りつつあった、まあ、実際、この年代ですね、392年この前にゲルマン民族は、ドナン川を渡ってローマ帝国の領土になだれ込んできています。つまりもうすでにゲルマンの大移動が始まってるんですよ、この時代、この国境線から時の時ね。でその時に国境線を防備しているのがローマの軍隊なわけですよ。でそれがゲルマン人が入ってこないようにね、まあ、一応頑張ってたわけです。ところがその勢いに、あまりの勢いに負けて国境線が突破されてしまったわけですよ。でその時に要するにそこでローマの軍隊はこのローマ帝国の平和の秩序を守るために防衛戦争をやったっていう言い方ができるんだろうと思います。その中でその平和の下で教会は国境になって、要するに日々の宗教活動が安心してできるという状態になったわけですよ。となってくると教会にとってローマの秩序は貴重である。でそれをどうにかしてゲルマン人から守らなきゃいけない。でそのためにローマ帝国は戦っている。これは正しい戦争ではないのかという、そういう理屈です。なかなかこれ反論しにくいんじゃないかというふうに思うんですけどね。もし反論するんだったら絶対平和主義を貫くっていう、そういうことになるんだろうとも思います。つまりキリスト教徒はここの4世紀でこういう事態に陥ったんですよ。それまでは絶対平和主義を貫いていて、それで基本的には了解可能でした。でところが4世紀に至ってその事態は急変してしまったわけです。でそれ以降キリスト教会はその板挟み、一方に理念がある、イエスに従う限り敵を愛せよっていう言葉が常に迫ってくるわけです。でところがもう一方においては国を守らなきゃいけないということが、ね、もう一方の要請としてあるわけです。でこれが、先ほど言った一番初めの問題に対する答えです。どうしてキリスト教会の中では平和主義者から戦争大好きな人までいるかというと、こういう理屈の中でそれは起こっているわけです。まあ、どちらもキリスト教徒としてはあり得るんですよ。絶対平和主義に原則的に立つ人、それを少し緩めて現実路線に立つ人、あるいはさらに緩めて現実を促進しようとする人というところまでその幅は広がっているというふうに考えてください。で結論はこうなります。絶対平和主義が一番左側にあります。で一番こちら側右側に聖戦論、清い戦争というのがあります。で真ん中に聖戦論があります。で今聖戦論の話をしました。2つ聖戦がありますね。正しい戦争と聖なる戦争で、ちょっとこの2つの差を少し話をしておきます。正しい戦争はこういう原則です。戦争はしない方がいいんですよ。これがまず出発点です。ただ戦争はせざるを得ない場合がある。どうしてもしなければいけないような、そういう戦争を避けることはできない。その場合には正しい戦争は行わなければいけない。これ先生なんです。で、こっちの方はね、神号令する戦争なんですよ。戦いと言っている、そういう宗教が、要するに選択するのはこちらの先生なんです。これは宗教的な義務としての戦争です。で、この2つは似ているんですけども、落差は確かにあります。ただここで一つ確認しておきたいのは、真ん中の立場、正しい戦争の議論は得てして右側に滑り落ちてしまうという議論です。なぜそうなるかというと、正しさというのは結局のところ誰が語るのかにこれはかなり依拠するわけですよ。それでは戦争ということの正しさというのは大体これ終わってから明らかになります。では終わって明らかになる、それは誰が明らかにするかというと勝った方です。基本的には勝った側が正しいというふうに言って、でそれを負けた側は受け入れざるを得ないわけですよ。
で、そういうふうに考えたときに、この聖戦はいつの間にか本質はこっちだったのに、こちらの方の聖戦だっていうより言い張っているという、こういう事態に陥るわけです。で、これはキリスト教が経験したことと言ってもいいのかもしれません。十字軍はもしかしたらこちらの方に普通は分類されるんでしょうかね。ただ理屈は一応正しい戦争なんですよ、あれだって。聖地エルサレムを奪還するとかね、ちゃんと大義名分はそれなりにありますので、それに従って戦争をやってますけども、ただ世界史の中ではどう考えてもあれはこっちの方の聖戦だったというふうになるんじゃないかというふうに思うんですけども、まあ、ただいずれにしてもキリスト教徒は、キリスト教会は歴史の中でこの全体のどっかにいるんですよ、どっかという、そういう話です。まあ、これがキリスト教が戦争と平和の時代においてどういうふうに振る舞ってきたのか、振る舞っているのかという、そういう問題です。さて、そこで今日の後半の話にここから移りたいというふうに思うんですけども、ちょっと時間の配分のことまで確かめながらいきたいというふうに思うんですが、少し時代を下ってきます。先ほど戦争と平和というのは国民国家の成立期であって近代の初頭であるって話をしました。象徴的なナポレオン戦争です。それからちょっと近代ということに関して補足説明をやっておくと、国民国家というのは国民に2つの要求をします。これは完全に脱線ですけどね。一つは徴兵ですよ、戦争に参加すること、つまり戦争に対してそれをサポートすることを国民に要求します。これは近代国家の特性みたいなものですね、おそらく思うには。あともう一つは税金です。つまり税と兵役、この2つが国民国家においては一番重要なんですよ。で、そういうふうに、要するに兵役ということを自ら志願して兵役につく国民がいる、これが強い軍隊だったんですよ。なぜナポレオンの軍隊が強いのかっていう、そういう問題はこういうところから解明可能なんだろうと思います。いわゆる傭兵軍団は弱いんですよ。つまりお金でやってるわけですからね。要するに身の危険が迫ったら逃げた方がいいわけですよ。お金なんかで命は上がらませんのでね。まあ、そうなってくると命をかけて国を守るっていう、こういう国民を生み出すってね、まあ、これが国家にとっては非常に重大事になってるわけです。で、これは近代における国民国家の関心事です。どうやって広く薄くかは分かりませんけどね、税金を取り立てるのかということで、国家の財政基盤を要するには安定化させる。で、それとともにもう一方では戦争ということを国民が進んでやるようにするというね、この2つがちゃんとできる国は戦争強いわけですよ。まあ、というのはね、おそらくは国民国家時代というふうになるんだと思います。